皆さんこんにちは、サンバです。今回の動画はちょっと前に追加されたこのダイヤモンドギフトバッグ、この検証をね行っていきたいと思います。どんな検証かっていうと、今回ダイヤモンドギフトを1万連するんですが、これねレート的には1万で 400M なんですよね。それで1万連した後に 400M 以上になっているのか、それともそれを下回っているのか、そちらをね検証していきたいと思います。もしこのダイヤモンドギフトハンター持ってる人はね、今回の結果でそのまま売るか、それとも自分でギフトを引くか、参考にしてみてください。それでは早速いきましょう。このねダイヤモンドギフト知らない人のためにね、最初の方はゆっくり引いてみましょうか。こんな感じでねワンクリックで開けられるんですけど、左どんどんダイヤが増えてるの分かりますかね。だいたいね1000ダイヤモンドから5万ダイヤモンド以上あたりがねランダムで出てくるんですよ。どんどん増えてますね。もう一瞬で 2M ぐらいまで行きましたね。ちょっとここ減ってきたね。 2M 溜まって 397M、 1M ぐらい損してますね。てな感じで1万連おそらくね早送りになると思いますが引いていきます。それではどうぞ。今引いてる途中ですが、1万連した後プラスになるのかマイナスになるのか、その辺予想してみてください。そろそろ半分引き終わりますが、ダイヤがおっと、そろそろ引き終わりますね。ちょっと待って、ダイヤやばくないこれ。あ、終わった。いきなり結果ですが、結果が 320M で、今回始めた時が 400M スタートだったんで、はい、今回の検証結果はマイナス 80M ということで、これはギフトそのままプラザで売った方がいいですね。はい、今回の検証結果からはギフトはそのまま売った方がいいということが分かりました。ダイヤモンドギフトの検証はここで終わりたいと思います。そして今回はデカペットプレゼントがあります。今回プレゼントするのは、今回のイベントでゲットできるこの犬のヒュージとこの緑のヒュージ、この2体をねプレゼントしたいと思います。参加方法はいつも通りで、チャンネル登録、そしてこの動画の高評価、そして最後にあなたのロブロックスの ID をコメント欄にお願いします。今回も応募は簡単なんでね、たくさんの応募待ってます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。